ビリヤード初心者のためのレッスンビデオということで、今回私大抜擢されましたビリヤード初挑戦の佐久間美穂です。そしてコメンテーターには利川明雲プロにお越しいただきました。実際に指導していただくのは日本を代表する若手トッププロ栗林徹プロと土方隼人プロのお二人です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。利川明雲、1965年大阪府出身。15歳でビリヤードを始め、23歳という若さでプロに転向。そのルーキーイヤーに全日本選手権に優勝。92年再び全日本を、翌93年にはジャパンオープンを制し、国内2大タイトルを獲得。その強さから何話のカリスマという愛称で親しまれている。栗林徹、1982年富山県出身。22歳で史上2人目となる第13期旧姓、第44期名人位のダブルタイトル獲得という華々しいアマチュア時代を経て、2005年プロに転向。2007年全日本選手権準優勝、2008年北陸オープン準優勝などコンスタントな強さを見せ、その出身地から北陸の雄と恐れられ、注目を集める日本ビリヤード界期待の星である。土方隼人、1989年東京都出身。10歳でビリヤードを始め、14歳で全日本学生選手権を、15歳で全日本ジュニアナインボール選手権を制覇。若干16歳でプロテストに合格するなど、天才的素質と才能の持ち主。2007年全日本選手権3位、2008年北海道オープン優勝と人気実力ともにトップクラス。平成生まれの最年少プロとして注目を集めている。早速なんですが、一体何から始めていけばいいんでしょうか。そうですね、はい、最初ビリヤードをやっぱりねするには、フォームが大事なんで、まずはブリッジ、左手のブリッジの組み方ですね、ブリッジ、それと球を持つグリップ、左手のグリップね、それとスタンス。こうです。この左手、これがブリッジ。はい、そうですね、はい、で右手の今持っていらっしゃるのがグリップ。はい、はい、で足がスタンスですね。スタンス、はい、この3つが揃ってフォームになります。これがじゃあ、綺麗なフォームの形ということですね。はい、で、一番大切なのがまず最初にブリッジ。ブリッジ、はい、はい、まず人差し指と親指をくっつけます、はい、くっつける、はいはい、こういうふうにくっつけます、はい、で、中指の第二関節のところに親指をくっつけるような感じ、はい、中指の第二関節に親指をくっつける。親指でくっつけます。そしたら輪っかができます、はい、こういう輪っかができます。あ、この輪っかですね、はい、で、はい、この間に球を落とす。これをブリッジ。あ、はい、全然力入ってないですね、はい、しっかりしたブリッジを組まないと安定しないので、球がまっすぐ振れなくなってしまう。じゃあ、はい、しっかりと固定させるっていうことが重要なんですね。そうですね、はい、左手の土台が一番重要なんですね。はい、グリップですね、はい、必ず球っていうのには、はい、グリップと呼ばれる持つ部分が必ずあります。はい、ちょっと色の今変わっている、はい、変わっている場所ですね、これが糸巻き、糸のグリップだったりもしますけど、その真ん中ぐらいを基本として持ちます。はい、はい、で、球をこのまままっすぐ持った状態、はい、では外すぎない、内すぎない、はい、この状態でグリップを持ちます。で、はい、持つ強さというのは、はもう本当に持ってるぐらいですね、力を入れない、そんなにこうギュッと力を入れちゃうと、球が軽くなっちゃってブレやすくなる、で、その球を右手に感じ取れるぐらいの力が一番理想なんじゃないですかね、はい、はい、で、球をこう狙いたい方向に球を置きます、はい、で、スタンス、肩幅ぐらいに足を広げます、はい、で9から45度ぐらい
45度、はい、45度ぐらいですぐらい、はい、でこのままお辞儀をします。でそれにブリッジを足すとフォームというものが出来上がります。あ、はい、ちょうど本当まっすぐですね、はい、じゃあ佐久間さんやってみましょうか。あ、じゃあはい、はい、お願いします。じゃあまず、はい、グリップを軽く真ん中辺握る、はいはいはい、で左手で左手を、輪っかを作って軽く握る、はいはい、で右足を右足は足を肩幅ぐらいで45度ですね。はい、45度ですね、はい、でそれでお辞儀をしてください。お辞儀をする、はい、はい、そうです。これがフォームになります。まあ、できればその時に肘は軽く伸ばしましょう、はい、自然に伸ばす、ね、左肘、はい、左の肘を伸ばす、はいはい、あ、それとあとボールをこう構えた時に、はい、約ここは20センチから25センチぐらいの長さですね、はい、初心者の方だとそれぐらいが一番プレーしやすい、腕が振りやすいところだと思います、はい、その時に肘の角度が約90度より少し狭い面ですね、はい、そうですね、ここが今ちょうど90度ちょっと外ですけど、そこが多分一番持ちやすいんですね、はい、はい、であとテイクバックも取りやすくてね、はい、前後に一番腕がそうですね、はい、振りやすい状態になりますね、振りやすいです、はいはいはい、まあ、その時に顔の位置って結構難しいと思うんですけど、最初高すぎたり低すぎたりするとちょっとやっぱ球が振りにくい部分があると思うんで、最初はこうやって高すぎず、はい、まあ、急にくっつけるほども低くなりすぎず、まあ、佐久間さんぐらいのちょうどいい、これぐらいが空いた頭の高さがいいと思います。では都市川プロ、それ以外に何かありましたら教えていただけますでしょうか。そうですね、あのビリヤードっていうのはこのボールをこの球の重みを利用してボールを作るんで、はい、腕の力で作るというよりも球の重みを利用して腕を振ってあげる。でそのためには最高のフォームを作らないとうまくボールは転がせないと。本当にフォームは重要なんですね。はい、すごく大事です。はい、一番入れました。エースが出ました。